よし、今回もインターネットカフェシミュレーターやっていこうと思います。気づきましたか皆さん、完全に鼻声ですよね。そうなんですよ、これ陰謀なんですよ。僕がインターネットカフェシミュレーターをやろうと思ったら毎回鼻声になる、これ陰謀なんです。本当にただ風邪ひきました。めちゃ辛い。やっていこうと思います。コンティニュー。まあ僕は元気なんですけどね、なんか元気なのに風邪ひいちゃうんだよね。もうなんかちゃんとした病気なんだろうね。大丈夫かな俺、ちゃんとした病気です。はい、もう今回は 5% から進まないやつ。さあ来たか。おっと、めっちゃお腹空いてんな。ちょっと待てよ、毎回のようにマウスの感度を上げて、よしやっていこう。あれ、お腹の隙が戻ってるなんで、なんだったんだ、見間違いか。てかさ、ここのご飯ってさ、食べまくったらなくなってくじゃん。なんかこれ買っ、あーそういうことかな、お店で買ったらここに入っていくってことなのかな、もしかして。死ぬほど買ってやろうかな。とりあえずちょっとね、今回も発展させていこうと思うんですけど、前回は最後にだいぶ敷地を広げましたよね、お店の。まあ、なので今回はそこにいろいろ置きつつやっていこうと。めっちゃこっち向いてんだけど、二人とも。何、怖いんだけど、あの目線何なのこの目線、怖っ。ずっと見てきてるわ。おー、びっくりした。とりあえずやっていこうと思います。そう、ボディーガードが待って、ボディーガードってさ、何、ずっといんの、年中無休なの。またシェフと同様365連勤24時間勤務なの、もしかして。マジで言ってる、ちょっと引くわ。俺が雇ってんだけど引くわそれ。でもこれさ、なんでゴミみたいな感じでこれヘッドホンが落ちてんだ。これさ、ルンバとか買わないとさ、ちょっときつくない？ルンバ売ってねえの？これ上の方とかもゴミここら辺にあったりするのかな。あ、まだ大丈夫か。この階段のとこにね、おお来たな、いきなり階段のとこにあったりするから、オッケー。とりあえず綺麗になったと、いいね。おお、ちょっとごめんね、ゴミ投げてそうだった。おい、しかもエロいの見てんじゃねえか。お前エロいの見てんじゃねえか、おい。でもね、この後ろ向き椅子は意外と便利で、絶対バグんないんですよね。そういや、まあバグってんだけど、正式に言えば。なんか顔揺れてない？怖っ。まあでも僕の中でバグるっていうのは、このパソコンがねぐちゃぐちゃになることを意味してるんで、それは起きないんで、この反対椅子結構いいんだよね。だからちょっとなんか今後導入していこうかな、この反対椅子は、うん、と思ってはおります。あ、ちょっと待って、ハンバーガーか。あのね、結構コメントでアドバイスをもらったんですけど、先になんか注文しといた方がいいっぽいね。オーダーを全部取っといて、でそれでなんか地面に置いとくらしい。衛生上悪い、だいぶ悪いアドバイス。これアドバイスって言っていいのかな。まあ、とりあえずこうやってオーダーしといて、でとりあえずまあ1個ずつ置いてみるか、1回。あれ、もしかして、もしかしてあのお皿にしか乗らなかったらど、あ、いや、なんか重いな。あのお皿にしか乗らなかったらどうなんだろう。やけくそじゃん、シェフ。やけくそじゃん、バカ、黒焦がしてんじゃねえかお前。やけくそなんだけど。でこれを地面に置いておく。いやいや、これこれですよ僕の。皆さん来てくださいね、ぜひ。インターネットカフェに行きたいときはぜひポキカフェを選んでくださいね。ちなみに今は1店舗なんですけど、もう全国に展開していくつもりなんでね、700店舗目指してます、ちなみにキャラ濃いな、刑務所帰りとジョジョの世界の人。完全にちょっと聞いて、ね、怒ってるわ。パソコンはレースゲーム、こっちもレース。え、待って、同じことやってない？え画面一緒なんだけど、どういうこと。まあ、とりあえずチョコ食べたいらしいからチョコあげよっか。チョコ、よし、チョコレート。さあさあさあ、チョコだよ。あー、違う違う、チョコだよ。はい、どうぞお食べ。なんでこれ画面一緒なんだろう。なんかバグってんじゃないかなこれまた。あ、あ、これ別のゲームになるのかな。うん、そのゲームやんの。画面同じだけど連動してるよ、二人やってること。どういうことなんだこれ、いろいろとおかしいな。あ、コーラね、オッケー、待ってくださいね、ちょっとまた帰んないでね、コーラあげるから。コーラ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 、はいはい。これどうやって飲むんだよ、
そっち向きで怒ってるわ、だいぶ怒ってるわ。うわ、このこれ傾いてるも気になんな。うん、で、あともっと評価を上げていこうと思ってて、で、あのエアコンのこれってなんかね、場所の温度らしいんだよね。で、こっちへ移動するとほら24度とかあったりするじゃん。で、これ多分 23.1 度って、あ、こっち25度なの、あ、暑いんだ、あ、そうなんだ。え、でも23度、夏で23度って相当寒いよね。え、いや、どうなんだろう。あ、やっぱそうなんだ、暑いんだね。暑いからエアコンってことなんだろうね。ってことは 23.1 度はいいんだね。オッケーオッケーオッケー、いいじゃんいいじゃん。ちょっとここら辺1度だけ高いけど、まあ全然問題ないでしょう。よし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 、シェフ頼むぞ、ちょっとオーダー入れよう。まず、このキッチンでとりあえず買えるだけ買って、チョコレートもやっぱこれでもお金稼いで買わないとな。もうバイト雇いてー、マジで。なんでバイト雇う制度がないんだろう。なんか右ですごい音が鳴ってたね、今。ボディーガードはいいのに、なんでなんだろうね。ごめんね、なんか雑だなー、マジで。相変わらずやばい、この作業は俺がやるべきではない、絶対に。これは絶対にもっと俺はやるべきことがある気がする。バイトに任せてー。だってこれやってる間にさ、もしエロ動画見られてたりしたらもう終わりよ、うちの店。接客はいいのにエロで潰れることになるからね。あれ、お客さん誰もいない。あ、いたいた。でもなんか置いてみて思ったんですけど、これとか評価いいんだよ、めっちゃゲームのね。でもなんかそんな客が入ってるように見えないんだよね。あ、やべ、ホームレス来た、マジかよ。ちょ、ホームレスになんかあげてみる、あげるかどうかやってみるか。ハンバーガー、ホームレス、あげれる、あげれる。ちょそのあげ方はやべえだろ。ホームレス、食べるか、食べるか、おい。なんかでもね、ホームレスがいるとなんかお客さんの滞在時間が短くなるらしいから、なんかホームレスは積極的に倒した方がいいらしい。うん、だから仕方がない、俺は悪くない。よしよしよし、まあこんなもんでいいでしょ一旦。そうそうそう、なんか食べたい人いるか。お、ハンバーガーね、オッケーですよ。はい、砂付き、辻付きのハンバーガーでございます。おめでとうございます。砂利が入ってたら当たりよ。何もいらない、大丈夫、やってんね。6800か、そろそろゲームとかも置いてみるか一回。いや、てかボディーガードはさ、ホームレスもさ入ってこないようにしてくんない、なんとか。無理なのそれは。ゲーム機置いてみたいんだけど、なんかね、ゲーム機ってどうやって置くのかわかんないんだよね。パソコンには繋げられなかったんですけど、テレビかな、やっぱり。これ違う、テーブルだこれ。これ TV、 これかな。でもなんかテレビ違う気がすんだけど、一回置いてみるか、この壁掛けっぽいやつ。かっこいいからね、だいぶ高いけど、だいぶ高い。あ、ポスターちょっと増やすか、これ。これ、よしよし、これはもう何の店だよこれ。いて、何の店で目指してんだよ、女の人のポスターばっかり飾って。どうすんだ。ちょ、ゲームコンソール、あ、 PS4 は確かあったよね。コントローラーだけ買っとこう。わ、誰だ、やめてくれやめてくれ。よし、一応買っとこう。パソコンだけじゃなくてテレビでもね、ゲームもやってくれたら一番いいからね。あ、もう届いてる、早っ。ほい、あ、ポスターか、ポスターここに出しても、あ、いいんだ。このポスターに効果はあんのかな、果たして。かぶってる、いや気になるなこういうの。ちょっとごめんね。ちょっとボディーガードどんな気持ちなんだろう。このテレビどこへつけようかな。エロい見てないよね。あー、待って、今、あー、待って、エロい見てる。うわ、うわ、うわ、結果的に帰った、結果的に帰ったからオッケー。こういうパターンもあるんだ、こういうパターンもあるんだね。ここに一回つけてみるか。あ、違う、ほい、これで、え、これなんだ、こうやってつけることによってなんだろう。ちょっとよくわかんないな、使い方が。だってさ、例えばよ、これ PS4 なんだけど、 PS4 をなんかできるわけでもないよね。だってあのテーブルみたいな感じでさ、なんか
何々が OK 何々が OK みたいななかったもんね。おい見てんな。いやでもこれちょっと待てよ、迷うな。いやダメ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 、水をあげようかなとも思ったけどお前は絶対に許さん。よしいやうーじゃないんだよ、そんなうーみたいな顔文字されてもダメなんだよ、ダメなことは。うん、あとテレビが全く活躍してねえ、どうなってんだよこれ。頼むぞ。ちょっと検証したいことがあるんで検証していいですか。あのさ、机をさめっちゃ買ってさ、あの入り口のとこに置きまくって塞いだらさどうなるんだろうっていうまあどっちみち机は欲しいものなんですよ、このネットカフェにね。だから早めにちょっと仕入れようっていうだけです。はい、ちょっとテーブルを何個か買ってしまってよし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 、こんなもんでいいかな。おお誰だ、おお絶妙な写真来たな。またなんか本当にありそうな絶妙な写真なんだよな。ちょっとハックされてみるか一回誰がこれ押すんだよ。てか実況者以外で押さないだろこれ、ハック。この状況においてもう誰もが分かってる確定のハックだからね。よしここに置きまくる。おお、もうバグってるな、もうバグってんな。お、どうだどうだ、いけるか。あー、いけない、入れないのもしかして。え、マジで、マジで言ってる、帰ってこれないもしかして。え、どこ行った、どこ行ったどこ行ってんのみんな。ああやばい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 、どんどんバグり出してる、バグり出してバグり出してる。ちょっと待ってよ、なんだなんだなんだ、あー大丈夫か、よしよし。いやちょっとごめんなさい、今引っ越し中で、すいませんねお客さん。ちょっと待ってよ、くれて待ってやばい、俺も入れなくなる俺も入れなくなる。でこれ、あー待てよ、やべやっちまったか。いや待てよ、やばいやばい、おーこれ来たんじゃないか。いや来たん、何を楽しんでんだ俺は一体、俺何を楽しんでんだ一体。よしよしよし、ライト揺れるんだこれ、嘘でしょ、そこそんなリアルなんだ。お来た来た来た、みんな捕まえたぞ、客を客を捕まえたぞ俺は。あこうなるんだ、おーおーおおなんだこの施設。あれ待って、あれこれゲームバージョンじゃん、モニターと。え、あ、え、何そういうのがあんの。え、新たな発見できた。え、これゲームバージョンとかあんの。あ、そうなんだ。え、めっちゃいいじゃん。いや、これをやってよかった、むしろこの発見ができた。これテレビバツなんだ、でもどう見ても丸だろ、壁掛けテレビをどうしろって言うんだよ。じゃあこれ以上、この後にこういうこと。あ、これでいいんだ。待てよ、ちょっとこだわりが出ております。よし、これテレビを後から置けってことね。 OKOK、 ちょっとこれゲームコースやばいやばい、でもこれ客も来ねえ、結局客も来ねえから意味ねえわ、みんなただ詰まるだけだ。おーおーおー、持って帰んなよ俺の机、俺の机持って帰んなよ。ちょっとやっぱゲーム実況者としてね、ゲーム機はどうしても置きたかったからすげえ嬉しいわ。ゲームコントローラーを置いてと。いやでもさ普通に良くねえか、このここ普通にいいよな、場所としてなかなか充実してると思うけどね俺は。あーごめんなさいねごめんなさいね、全然充実はしてるけど良くなかったわ多分、満足度低そう。すごい、ちょっと机だけ配置しちゃおっかな、ここにも1個配置、ここパソコンね。いやーでもこれを全部さ見回んのは本当に大変だぞ。でこれパソコンじゃなくてゲーム用か、ゲームもこっち配置するか、ちょっと一回ね、効率的にはだいぶいいけどな、ここ。あてかお客さん来なくなったってことはこれ21時になったっぽいな、やっぱね結構このゲームやってるとね1日が早い。よしじゃあ今日はちょっと締めよう。いやーありがとうねシェフ、今日本当にたくさん働いてくれたね、こんなに働いてくれるとは思ってなかったよ、シェフに感謝してる。よし、あもう12時だったんだね、 OK じゃあ寝よう、一旦寝に帰ります。 OK、 いやもう全然あのボディーガードさんもね全然いいんですよ。どこ行った、ボディーガードさんも全然寝てもらっていいんでね、寝ちゃいけないなんてことないんで、ちゃんと普通に設置しよう今回は一旦ね、ゲームはどんな感じなのか楽しみだから。よーし、じゃあ一旦眠りに帰ります。おはようございます。朝ですね。
ちょっと今日はさ、お金貯まったらさ、いろんな町の施設にも行ってみたいよね。ちょっとそこを目指していこうかなと思っております。暑いね、ごめんなさいね、夏なんかね。やっぱり OK、 オープンしよう。ちょっとシェフ、お金が貯まったら俺行ってくるよ。あの YouTube ギリギリアウトかもしれないお店に行ってくるよ俺。やっぱみんなにあそこを、こう、このゲームのあそこを見せたい。シェフどう思う？若干岡村さんに似てるんだよな、ナイティナインの。若干ね。いらっしゃいません。すごいですね、リーゼント。なんか似てた髪型。結構似てんな。すごくない？こんな3人が来る同時に。いや、マジすごいぞ、発展が。これさ、町の人全員が来るとかあんのかな？なんかありそうだよね。これ多分ね、同じ人が歩いてるだけなんだよ、結局。人数とかは。だから、その全員が来る可能性あるよね。あー、来た来た。ゲームやってくれてる？ゲーム。ゲームやってない。誰かゲームやってほしいね。お、まさか！ゲームか？来た！おー！あー、ちゃんとコントローラー持ってる！え、すごくね？なんで？え、なんでこんなクオリティ高いの？このモーションだけ。なんでゲームにだけこんなこだわってんだ？この制作者さん。どうした？いやー、早っ。でもクソつまんなかったんだ、ゲーム内容自体は。おい、見てんじゃねえか、エロ見てんじゃねえか。おいおいおい、エロ見てんじゃねえか。おい。いや、怖いって、怖いよ。何その顔、怖っ。おい、お前もエロ見てんじゃねえか。いやー、まあいいや、ヘッドホン取れるチャンスだ。お前もか。3連打エロやめろ、エロ3連打やめろ。なんだこのエロ率、急に性欲タウンになってんじゃねえか、この街が。どうした？あー、ははは、最高のゲームだぜ、まったく。あははは、このバグだけ直してくれ、本当に頼むから。このバグだけ直してくれたら最高のゲームだよ。よしよしよし、めっちゃ笑ってんな。あ、やべ、コントローラー逆なのはまずいでしょ。コントローラーじゃないわ、画面だ。俺の頭までバグってきてる。よし、ゲーム置いてと。ゲームじゃねえわ、パソコンだ。どうした？おお、もう喋ってることがめちゃくちゃでございまする。いいねいいねいいね。まあこれ効率を考えた結果なんでね、後ろ向きっていうのは。こっからこの動画見始めた人は驚くだろうな。あ、ポキさんってあっちの向きでゲーム実況してんだ、パソコン触ってんだってなっちゃうんじゃない？何をやってる、何をやってる、そんな好き俺のネカフェ。いや、気持ちは伝わるよ、気持ちは伝わってるけど、でもそういう愛情表現良くないな。いや、この女の人が好きなのか。めちゃめちゃド変態じゃん。どのつく変態がいるんだけど。怖っ、この街。4000か、もうちょっと貯めたいね。もうちょっとお金貯めたいな。別に何もいらない今のところ。手広げすぎ。わ、やべ、泥棒来た。待って、なんで普通に来てんじゃん。待って、はボディーガードは、なん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 。ちょっと待って、取ったところ殴るわ。だって取ってないとまだ犯行未遂だから。うわ、普通に取った。やっぱり何を取ったんだ、何これ。エアコン。エアコンどっから取ったんだよ。こっちのエアコンか。どっから取った今の。やばくないこれ。5人同時に来店。ちょっと6500貯まったから、ちょっと行ってみようかな。今日はもう閉店。あ、待てよ、こいつにバーガーだけあげて、今日はもう閉店にして休日にしてみようかな。ここのところずっと働いてるからさ、やっぱ、やっぱ働くのは良くないから、その毎日毎日働くのは。なんか俺が言っても全く説得力ないけど、毎日動画上げてる俺が言っても。まあでもとりあえずだよ、ちょっと行ってみようかな今日は。でもお客さん来んだよな。夜になったら行くか。お客さんが止まらねえからさ、壁紙を変えたいんだよね。なんかちょっと汚らしいんだよね、うちの壁紙。だから今回ちょっと評価のいい壁紙に変えちゃいたいと思います。まあこの白とか清潔感あるよな。これにしてみるか一回。
どんな感じなんだろう、一回やってみよう。お、で、床も明るい感じに変えてみよう、一回。明るさ大切よ。どうだろう、変わったかな。うわ、こっちの方が明るいな。まあでもいいや。よし、屋根も変えました。いや、一気に変わったな。俺もう別の場所みたいなんだけど、急に。すごっ。怖、なんか。実験施設みたい、なんかちょっと。いや、これでちょっとね。いや、全然明るくないんだけど、内装。あれ、思ってたのと違うな、なんか。なんか違うな。なんかシェフ違うよな、なんか。俺らが目指してた場所と。まあ、一回、一旦これでいくか。今後ちょっと変えてみよう。で、今回ちょっとノートパソコン導入してみようかな。一番いいやついっちゃおうぜ。うぃやばい。やばい、もう。お年玉もらった直後の小学生みたいな金遣いの荒さになってしまった。絶対良くないよね、この金遣いの荒さ。入ってきたら全部使っちゃうみたい。あ、ホットドッグ来た。ホットドッグ、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 はい、ホットドッグ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 。あれ、開けれない。あー、しょい、どうぞ。お、食べた、早っ。ゲームしながら食べながら、すげえな。すごいぜ、まったく。これがアメリカか。なんか顔歪んでない？大丈夫？とりあえずちょっと待って、ゲーム機。あ、これノートパソコンか、もしかして。ノートパソコン導入してみよう、一回。これはゲーム機。こっちかな？こっちだ。これで一気に3つくらい？お、すげえ！めっちゃ便利じゃん。え？もうデスクトップの時代終わってない？このゲームの中では。マジで言ってる？あと椅子だけだよ。嘘。俺の今までのあの、うわーっていう声返してくんない？毎回毎回をさ、殴るたびにさ、殴るたびにぐちゃぐちゃになってさ。3、2、1、よーし、 OK、 みんな今日の仕事終わったわ。ちょっとまだ不完全ではあるんだけど。おい、エロいの見てる、エロいの見てる。待て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 、おい、お前はもうアウト。ごめんね、ごめんね。ちなみに僕今から多分エロい店に行きます。はい、わかんないけどね、どんな店か。ちょっととりあえず閉めよう。これね、お客さんがいるときにね、このクローズにするとお客さんが立って普通に出てきます。はい。なんかでも入れるお店とかあるっぽいけどね、他にも。あ、なんかバグってない？あ、気のせいか。インディアンヨシ、何それ。まあいや、とりあえずちょっと入ってみるか、一回ね。行ってみましょう。お、お前も、あー、勇気出なかったんだ。俺は行くぜ。おい、いや、これ本当にアウトなんじゃねえか。ちゃんとアウトなんじゃねえか。まあ、水着着てるけどね。いやー、これちょっとどうだろうな。消されるとまずいんだよな、動画が。いや、なんか広告がつかないみたいなのは100歩譲って全然いいんだけど、いいっちゃいいんだけど。あ、トイレだ。でも消されるとまずいんだよ。いや、引く、個室のこの、これ引く、仕切り衝撃なんだけど。大丈夫か、このお店は。何なんだこのお店一体。 こっちは何これ。なんかめっちゃハート書いてあるけど。何この個室みたいなの。チェア、おい、座れたわ。みんな座れたんだけど、うん、ただ遠くから眺めるだけ。別に何も起きない。悲しすぎるだろこのチェア。俺も割り混ぜてくれないか。何をするとこなのここは。バット持ってきた方がよかった。これ登れる。登っちゃったよ。イエーイ、みんなありがとうね、俺のために。ありがとう。めっちゃ拍手してくれてる。ああ、ああ、誰も興味ないんだわ俺のことに。うん、いや、怖っ。目ないんだけど。目つぶってんの？別になんかお酒が飲めるわけじゃないんか。椅子にも座れないし。ん、これただこういうお店ってだけ？もしかして。何もできんのか？俺は。うわ、何もできなさそうだな、なんか。ただこれだけ？
嘘だ。これ扉閉めたらいいのかな。扉閉めて座ってみよう。うん、なんも起きん。よし帰ろう。もう二度と来んからな。二度と来ん。貯金する。お金は俺ああいうとこ絶対行かない。貯金する。今決めました。全部貯金する。いやおはようみんな、朝だね。なんかやってるわ。謎の攻防戦がある。きったな。いやちょっと2階も開放したいな。でね、2階はもうなんか評価がすごい高いものだけを置いて、ちょっとVIPルーム的な感じで作ってみたいんだよね。やっぱ2階までわざわざ行くのは大変だと思うから。おー、何が起きてるこれ。もう怖い怖い。ポップコーンみたい。はじけてんなー。いやでもこれで OK になってるからこのまま置いとこう。よーし、じゃあ3000貯まったからちょっと大きくしてみるか。4番、これ2階かな。いきます。いやだいぶ高かったけどね。一番高いんじゃない今までで、このアップデートで。ってことは相当なんじゃないかな。ついに2階開放か。上見てみよう。おお、あ、いける。おお、広。あ、こっちはまだと。こっちはまだ。あー、でもここなんだ。いやいいね。ビップルームみたいな感じにしたいわ、これ2階。うわ、いいぞ。これ相当いいぞ。この階段を登ることじゃなのか、あいつらが。またバグりそうだな。誰か一人くらい座ってくれ。こんだけ来たら一人くらい行くだろう。ああ、そっちか。そっちね。いや、この振動と戦ってほしいんだよ、俺は。どうなるんだ、一体。お、来たか？お、来たか？来たか？結局エロ。